インプラント治療は全ての方には適用ができません。少なくなったとはいえ、全身的な状態が悪い方などにはもちろん応用はできません。局所的な問題、例えば歯の部分的な問題というのはほとんどなくなってはきましたが、上手な方なら問題がなくても、インプラントの初心者などがそのようなケースに対応するととんでもない問題を引き起こすこともあります。自分の顎の状態をまず説明を受けてから行うことが大切だと思いますし、難しいケースでしたら実力のあるドクターにお願いしないと良くないとは思います。そういった面で今日のビデオを見ていただくと嬉しいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。インプラントのデメリットですが、まずは部分的に歯がない場合の治療法についてご説明します。3つの方法が考えられます。1つは部分入れ歯、もう1つはブリッジ、そしてインプラントです。部分入れ歯は残っている歯に針金で固定する方法です。もちろん強く固定しようとすると針金が多くなり違和感が大きいとされています。ブリッジは両輪材歯、隣の歯ですね、それを削ってその上に管をかぶせる方法です。装置がやや大きくなります。隣接する歯を大きく削るという特徴、そして噛む力がブリッジに支える歯に集中するというデメリットもあります。インプラントですが、周りの歯に頼らずインプラントの力で噛めるようになります。審美性、機能性ともに優れています。ただどうしても手術ですので、こういったところに大きな穴を開けていきます。インプラントブリッジ入れ歯、それぞれに長所短所があり、どれが向いているかは症例ごとに変わってきます。みんな何かを犠牲にします。インプラントでは骨を、ブリッジでは脂質を、入れ歯は粘膜とバネのかかった歯の2つに負担をかけています。インプラントのデメリットです。 1. 骨に入れる処置なので、当然のように手術のリスクや 100% 埋め込みが成功するわけではありません。全身的な状態や局所的に骨がない場合などにはそのままでは適用ができません。 2. インプラント治療は数ヶ月に及ぶ治療になるため、治療期間が長いという特徴があります。 3. 力ができすぎて歯が削れやすいので、補鉄物も含めてメンテナンスを継続しなければいけません。4. 自己受容性感覚がない。自己受容性感覚というのは、簡単に言えば髪の毛などが口の中に入った場合、天然歯ではその差を感じられる20ミクロンの感覚がありますが、インプラントでは約50ミクロン、総入れ歯はさらに鈍くなり100ミクロン、当然インプラントや総入れ歯では髪の毛の部分っていうのが感じられないとされています。 5. 自由診療なので高額治療になりやすい。どうしてもインプラント治療は高くなりがちとされています。ご清聴ありがとうございました。